はい、それでは本日は長野県でソーシャルワーカーをされている石黒真由子さんにインタビューをさせていただきます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。では最初に軽く自己紹介をお願いします。はい、私は名古屋生まれ、名古屋育ちなんですけれども、今は長野県の最北端にあります、もう新潟との県境ぐらいのもう山の上、中山間地域で障害児の福祉サービスをやっています。福祉サービスだけじゃなくって、小さな町なので、その地域の教育委員会とコラボをして、町の保育園とか学校を訪問して、その障害児の教育について啓発をしたりとか、あとはそこで生まれ育った子どもたちが、その地域でね、安心して育って大人になっていけるようにっていうところで、今はちょっと新たに新しい教育の場を作ったりですとかね、あと新雇用創出をしようと思いまして、新規事業を作ったりとか今動いているところです。よろしくお願いします。はい、お願いします。それでは早速ですけれども、質問に入っていきます。では1つ目、石黒真由子さんはどのような夢やビジョンをお持ちですか？はい。そんな大層な質問をされても、あれなんですけれども、一応、障害を持った子どもたちと日々、今生活をしているので、障害があるなしに関わらず、その子らしく安心して生きられる社会を作っていきたいっていうふうに思っています。はい。というのも、今、本当に、障害を、いろんな障害を持った子どもたちが通う、放課後等デイサービスっていう福祉のサービスなんですけど、放課後にね、学校から帰ってきた障害を持った子どもたちが来るような場所とか、あとは学校に上がる前のお子さんたちが来る、居場所とか、そういったところを作ってやってるんですけど、本当下は2歳から上は高校生まで、が集っているんですけど、多分わかんないんですけど、都会とかだと、障害別になったりとか、結構特別支援学校のお子さんたちが集まったりとかすると思うんですけど、人口が少ないっていうのもあるし、いろんなお子さんが本当にいて、特別支援学校に通ってるようなお子さんから、本当地域の普通の学校に通っているお子さんまでいるので、すごい障害の種類とか、重慶っていうところもすごく幅のある放課後デイになっているので、その辺は多分ね、他の地域とか他のところとはだいぶ異色な放デイになってるんだかなっていうふうに思うんですけど、なので本当にね、なかなか今の時代に高校生と小学校1年生が一緒に過ごしてる場所ってね、普通の子たちでも少ないかなって思うんですけど、それは私の職場では当たり前で。そこにスタッフが、より年寄り側としてというか、大人側として一緒に参画してるっていう感じなので、ちょっとなんだろうな、何か教えたりとかトレーニングしたりみたいな雰囲気というよりは、みんなで一緒に考えたり、一緒に活動してるっていうような場所になってます。やっぱりすごくいいのが、かつては自分もすごい大変な子供だったんだけど、中高生になってくると、すごい落ち着いてくるので、そうなった時に、かつての自分だった小さい子供たち、もうめっちゃ多動だったり、いろいろやらかすんですけど、そういった子たちに、すごい今の中高生が優しく接してあげてくれていて、スタッフみたいな動きをしてくれるんですよね。そういうのをスタッフから見て学んで、自分たちが世話をできる側になった時に、それをまた小さい子たちにやってあげてるみたいなのが、自然循環してる、ちょっと好循環な 居場所に今なりつつあります。はい。はい、そんな感じね。結構何人ぐらいお子さんが来られてるんですか？そうですね。福祉サービスなので、定員とか決まってはいるんですけど、定員はもちろんマックス来ているのと、あとは、来ている子どもたちの兄弟のお子さんたちとかにも開放してたり、あとはそのクラスメートに開放してたりとか、ある意味そういう障害児の施設に興味を持ってくれるなんて、まずね、なかなかいないし、小さいうちの方が先入観なくそういう場所に出入り
できるので、うんうん、なんか小さいうちに出入りしてた場所って結構大人になっても思い出になると思うんですよね。だからそういう子たちに夏休みとか春休み、これから春休みもあるんですけど、そういった子たちにも、まあ、ちょっとコロナは別として開放していて、そういう子たちも集まってくるので、本当は10人定員っていう場所なんですけど、春休みとかになると30人ぐらい子どもがいるっていうような、なんかすごく不思議な場所になってます。ボランティアとしてそういう子たちには参加してもらってるんですけど、もう本当に多様性の実現っていうのをこうその場で目の当たりにさせてもらってる感じですかね。はい、すごく子どもたちにとっても居心地のいい場所を作っているんですね。そうですね、居心地いいといいんですけどなんかこう自分たちで作ったというよりかは、なんか子どもたちがこう自分たちでこう作り上げているというか、うん、私たちはそのなんか場を提供しているというか、一緒に本当シェアしてもらっているような仲間っていう感覚ではいるので、一応、ね、障害の特性とかに配慮したような作りにはしてるんですけれど、あくまでもそれは本当なんかこう 最低限用意しておくものっていうふうに思うので、それを用意したところに子どもたちが通って、あとは子どもたちが楽しんでくれてるっていう感じですかね。はい、うん、ありがとうございます。はい、では次の質問に行きます。その夢を具現化するためにどんな目標や計画を立てていますか？目標や計画、はい、そうですね、なんかこうみんなが幸せになったらいいなとか、子供が笑顔でいてほしいっていうビジョンはある、常にあるんですけど、なんかこう具体的にじゃあそのためにこれを今年やりましょうみたいな計画とかは実はあんまりこう持ってなく来たかなっていう感じが自分の人生は多いんですけど、うん、そうですね、長野に来たのもなんとなくその自分が、まあ、発達障害っていう障害についてちょっと勉強がしたくなったっていうのがあって、まあ、勉強したらやってみたくなるっていうところで、やってみるところとして、まあ、ご縁をつないでいただいた長野に来たんですけど、まあ、そこからはなんかこう周りからいろんな役割を求められて、気づいたらなんかこう教育委員会のお仕事もいただくようになって、その教育委員会の依頼でこう本当に保育園とか学校とか行くようになって、でそういったもう最初の頃はそうですね8年前ぐらいかなからは、学校に本当に席が、職員室に自分の席があったりとか、子どもたちのその教育についてこう先生とこう一緒にこう熱く語り合ったりとか、なんかそういうふうにこう多職種連携っていうよく言うんですけど、なんか本当に違う職種の人とこう対等にこうみんなでこう話し合って子どもをどう良くしていくかっていう話をずっとしてたんですけど、まあ、だんだんやっぱりこう最初の思いも教育委員会も人も変わるし学校も人が変わるってところで、だん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 なんかこうその音量というか熱量というかね、なんかそういうのがだんだん下がってきちゃって、ですごいこう一生懸命その多様性を受け入れてもらうためにね、そういった発達障害を持っているお子さんとか特別な教育のニーズを持っている子どもたちの教育をなんかスタンダードにしたくってずっと動いてきたんですけど、なかなかやっぱり浸透するのはすごく難しくって、でまたこうコロナで休校になったりとかっていうのがあった時に、なんかその子どもたちがこう未知なるウイルスにさらされて恐怖や不安を感じているっていうことに注目する大人がとっても少なくって、学校の中になんかそういった現実を目の当たりにした時に、なんかこう教育って何なんだろうって、もともとこうね子どもを中心にして考えられる先生って少ないんですよね、うん、とってもなんだけど、なんかよりそれがこうコロナの時にこうすごく如実にこう現れた気がして、うん、勉強を取り戻すことより大事なことがあるはずなのに、なんかそれがないがしろにされていたりとか、子どもたちがずっと家にいて友達に会えない寂しさをね、どうにかしなきゃみたいに動く方があんまり少なかったっていう時に、あ、なんか自分教育委員会にいるけどなんかその一員になるのなんか嫌だなと思ってなんか、もう学校が座ってやってくれないんだったらなんか違う場所欲しいなって思って、今度は自分で作ろうっていうふうに思って、4月からはフリースクールを
始めるっていうことになっている、います。はい。もう本当に子供を中心に考えられてる感じが伝わってきました。ありがとうございます。そうですね。なんか気がつくと、なんか自分そ結構無頓着で、あんまりこう自分のことも全然ケアしてない感じなんですけど、なんか子供のことに対して、なんかそれこそ愛か愛じゃないかっていうか、なんか子供のことをちゃんと思って言ってるんだったら、なんか全然いいんだけど、なんか子供じゃなく、例えばよなんかこう枠組みに子供を合わせようとしたりとか、世間体みたいなところにこう合わせようとしたりね、なんかそういうことをしようとする人がいた途端に、なんかもうそこに愛はあるんかみたいな感じになってだったら私がやるみたいな感じに、なんか変なスイッチがこう入ってしまうみたいでなんかそのなんか感じでやってきたら、今本当なんかそういうね、さっき話したような多様性の場が結果的には生まれてたりとか、なんかそこであのすごく助かったって言ってくれるお母さんたちがいたりとか、結果としてはあの形としてはできているので、まあ、この愛か愛じゃないかという思いを大事にこう進んでいけば計画通りにはなるのかなみたいなふうには思ってます。はい、ありがとうございます。はい、では次の質問に行きます。その目標や計画に対して現在どのような活動指針を持って、どのような基本活動をしていますか？硬い質問ですね。はい。活動指針聞かれて、ちょっと考えてみたんですけど、あのもともとその自分がまあこういう仕事をしているきっかけもそうですし、あの考え方の本当にあのベースにしているのはペイフォワードっていう考えがあるんですけど、その自分がこう誰かに何かをしてあげたときに、その人がまた違う誰かに何かをしてあげるっていうことで、そのまあ優しさとか愛がこう広がっていくっていう考え方なんですけど、あの自分この考え方すごく人生で大事にしていて、あの、まあ、自分が受けた いろんな恩とか愛とかをその恩返しするためにあの仕事をしているっていうイメージでいるんですよね。うん、で、本当に今の職場とかもそれをこうみんなにそれを伝えているし、大人も子どもも関係なく、みんながそうやって優しさを分け与えられたらすごくいい社会になると思うんですよね。で、まあ、私たち世代ってこうどうしてもこうがむしゃらになんか努力と根性とか、なんか仕事人間みたいなことが推奨されるあの世代でもあるんですけど、やっぱそれだとそのそういう子どもにそういう価値観をね、そういう価値観を子どもにこうやっぱ押し付けてしまうと思うので、まずはなんかスタッフのマインドを変えていかないといけないっていうふうに思ったし、そのためにはまず自分からそうならなくちゃいけないっていうふうに思っているので、ペイフォワードの考え方もそうだし、なんかこうスタッフ同士もお互いをこう最初のビジョンと同じであの尊重し合えるように、その人らしくいられるようにっていうことをすごいこう大事にしてやってきています。具体的にはやっぱり女性が多い職場なので、子供が熱出したりとかなんかしら事情って多いんですよね。で、そういった事情ってなんか皆さん申し訳なさそうになんか休んでいいですかとか子供が熱でとかって言うんだけど、それってとっても大事な事情っていうか、子供のことを大事にする職場で自分の子供がないがしろにされるってありえない話だから、なんかその子供のことで何か休みをするとかそういうことはもうすごい推奨しているし、もうごめんなさいとかすみませんって言ってきたら、まあ、減点方式になってるんですけど、違うあ今すみませんって言ったみたいな感じですごいこうそういうのってすごくお互い様が大事だと思ってるんです。日本語ってすごい素敵だなと思っていて、そのお互い様の文化でお互いをこう許したり尊重し合っていけば、すごくこうお休みもだって取りやすくなるし、その自分の家庭も大事にできるし、そうすればすごくリラックスして目の前の子供に優しくもできるし、すごいなんかこう好循環が生まれると思うんですよね。さっきの子供たちの優しさ循環もそうだけど、スタッフも同士もそういう循環が生まれて、それを見てる子どもたちもそういう循環が生まれるっていう風になっているので、うん、そういうこう日々日々そういう場を作るみたいなところがあのもっかやっていることですね。で、まあそれを今までやってきたっていう実績もあるので、
まあ、そういうやり方を活用しながらフリースクール新たにこうさらにこうちょっと高みを目指したというか、うん、その障害がないお子さんでも来れる場所になるので、今度はそういった子たちも巻き込みながら、いろんなさらにいろんな考えの保護者の方たちを巻き込みながら、一緒にそういう多様性を受け入れる場をね作り上げていくっていうのが今後やっていくことになりますね。はい、ありがとうございます。では次の質問に行きます。そもそもその夢やビジョンを持ったきっかけは何ですか？そこにはどのような発見や出会いがあったのですか？はい、そもそもはですね、私高校2年生の時に初めての海外で初めて1年間留学するっていう経験をしたんですけど、まあ、その時に、まあ、とりあえず海外行きたいって言って飛び込ん若気の至りで飛び込んだんですけど、まあ、行ってみたら全然英語も通じないっていうかね、自分の英語力じゃ全然足りなかったし、向こうの普通の高校に入ってしまったので、てか入れられたので全然勉強も英語で数学やるとか英語で物理やるとかそういう世界なので、全くついて、もちろんついていけないし、何言ってるかがわからないどころか、なんかこうまずこう黒板に書かれた単語も書き取れないし、教科書何ページ開いてっていう先生の指示にももう聞き取れないし従えないだからし、もうただただこの教室にいることが苦痛で仕方がなくって、もう本当耐えられなくて泣きながら10分ぐらいしたらなんか教室飛び出したこともあったんですけど、なんかそういう自分の体験があって、でそんな私にこう居場所を与えてくれたのが、まあ、向こうでいう特別支援学級みたいなところがあるんですけど、なんかそういうところの先生だったりとか、そこではなんかそういう生徒たちが教え合ったりするんだけど、なんかそういう教え合ってた時に友達が本当にオーストラリアってオーストラリアに行ってたんですけど、オーストラリアってこう砂漠地帯なので、砂漠に住んでる子たちは勉強あんまりこう今だったらオンラインとかあるんだろうけど自習なので勉強遅れてるんですよね。知的に遅れてるって意味じゃなくて、勉強そのものしてきてない高校生結構たくさんいて識字率も低いんだけど、そういった子たちに、なんか私は自分が正しい英語でも算数の暗算ぐらいできるからそれを教えてたんですよね。でその時に高校生の女の子が、私が 2×2 は4だからって普通にこう高校生だから暗算で答えたら、え、なんでそんなの分かるの、すごい天才みたいな感じになって、向こうって電卓で数学算数やるので 2×2 も電卓でみんなやるから暗算はしないんだけど、まあ、ともかくそんなことが暗算でできる真由子はすごいみたいな風に言ってくれて、で教えてくれてありがとう、よく分かったみたいな風に言ってもらえた時に、なんかそれまで本当に何にもできない、教室飛び出しちゃうような、もうね、本当に何にもできない子だったのに、そんな私が人の役に立てたんだっていう喜びが、なんかもうそれまでの苦しみとかをなんかこう一掃するぐらい喜びに変わって、うわー生きててよかったって思ったんですよね。で、なんかこの、なんかこう、人の生きてる意味って、何かがすごいできるようになることとか、すごいことが教えられるとかじゃなくて、人に役に立てることっていうのが、なんか生きる喜びなんだなって、その時すんごい実感して。で、それを、それプラス、あと自分のこう、ホストマザーが、まあ、そうやっていっぱいみんなにいろいろ教えてもらって、すごい、いっぱいやってもらったのに、今度は恩返しが自分はできないまま日本に帰っちゃうので、なんかそれがすごく心苦しいんだよねって話したら、ホストマザーが、だから私もホストファミリーをしてるんだよって、自分がかつて留学した時に受け入れてもらったから今は私が受け入れてるんだよって、そういうふうに恩返しは直接できなくても誰かにしていくことができるよっていう、それがペイフォワードの考え方なんですけど、それを教えてもらった時にまた心がすごい軽くなって、あ、じゃあ私は恩返しをすることを仕事にしようって思って、それで日本に帰ってきてからもうそのまままっしぐらで今の世界に飛び込んでやってきてます。あ、なるほど、ありがとうございます。では最後の質問に行きます。その発見や出会いの背景には何があったのですか？背景ね、もうとにかくね、日本が嫌だって思ってました、
日本の学校も日本もなんかとにかく全部やだって言って海外に逃げたいっていう感じで行ったんですけど、なんでだろう、そう考えた自分は何だったんだろうって、まあ、大人になった自分から考えてみると、まあ、やっぱりこう自分も居場所がなかったんですよね。居場所が欲しくって海外にそれを求めたなっていうふうに思っていて、なんかまあすごく小さい時自分体が弱くて幼稚園もまともに行けなかったし、小学校はなんか母が決めた私立になんか地元で一人だけポンって入れられちゃったから、なんか地元にいるのに友達いないし、 でも一人だけだからマイノリティでいじめられるし、で学校は学校で私立だからちょっととても庶民の私にはなんか全然合わないというか、自分の考え方や感じ方をこう真に共有できる仲間もいないし、なんかずっとそういうこう自分の居場所がないままずっとマイノリティで生きてきた人生だったなと思うので、なんかそういった居場所が欲しくて海外に求めたんだろうなって。でも海外行ったら逆にまた自分は日本人だっていうことをすごくこう感じさせられて、なんか私はもうどこに居場所や出会いがあるんだろうって、仲間がいるんだろうってすごい思ってたので、なんかそれがすごいその背景にあったんじゃないかなっていうふうに今は思いますね。なるほど、ありがとうございます。今来られているお子さんも一緒に働いているスタッフの皆さんも多分居場所をすごく感じているんじゃないかなと聞いていて思いました。ありがとうございます。はい、では今日はインタビューは以上となります。はい、石黒真由子さん、ありがとうございました。ありがとうございました。